農業経営者の高齢化が深刻化する中、次世代の農業を担う人材を育成するための農業の大学が今日都内で開校し、21人の第1期生が入学しました。日本農業経営大学校の開校を宣言します。耕作放棄地の拡大や農業経営者の高齢化などが深刻化する中、日本農業経営大学校は持続可能な農業を確立できる次世代の農業経営者を育てようと、 JA 全農などおよそ200の企業や団体から作る一般社団法人アグリフューチャージャパンが港区に設立したものです。農業界や学会、産業界で活躍するトップクラスの実務家が講師につき、経営者になるための知識や技術を習得した上で、農家では経営管理、食品企業では生産管理や商品開発の仕事を体験します。本校の目指す人材とは、まず自己の経営を確立し、グローバル化の波にも臆することなく対応できるだけの経営力を備えた農業者であります。入学した第1期生21人は半数以上が社会人経験者で、北は北海道、南は熊本県など全国各地から集まりました。もともとは大学の農学部の出身して社会人経験はあるんですけれども、でいきなり農業やってもよかったんですけれども、経営について全く自分がわからないので、それについてしっかり勉強したいと思ってここの学校に入学しました。地元宮城県で果物の競り人として働いていた相原美穂さんは、東日本大震災による風評被害で仙台市場に売れ残った福島県産の桃の箱を何万ケースも目の当たりにし、日本の農業を元気づけたいと入校を決意しました。農業生産者、企業、消費者をもっとつなぎたいという気持ちが芽生えました。私はこの大学校の4本の柱である経営力、農業力、社会力、そして人間力を身につけ、日本の農業の新たな価値を社会に、そして世界に示せるよう勉学に励んでいきます。日本農業経営大学校は品川に校舎を建設中で、それまでは大崎の仮校舎で運営するということです。学生同士が深い関係を構築し、卒業後も全国に幅広いネットワークを築いてもらおうと、2年間の全寮制で学びます。明日の日本の農業を切り開く農業経営者の卵たちに注目が集まっています。